こんにちは、ヒデです。今回はね、こちらピクセルタブレットですね。今現在ね、私タブレットはこの動画にもしました iPad Air 4とこのアローズタブレット、もともとね初めて買ったタブレットは2012年に出たね Google の Nexus 7だったんですが、その後は Xperia Z Ultra、 いわゆるズルトラですね。ズルトラ良かったなぁ、あのサイズ感。ズルトラと Xperia Z4 タブレットを経由してたんですけども、ソニーがね Xperia Z4 タブレットを最後にタブレットをやめちゃったんですよね。で、それの避難先としてこのアローズタブレットを買って使っていました。で、アローズタブレットも、まあ Z4 タブレットには近かったのは近かったんですけども、まあこのね、この縁もあり、なかなかね、Android タブレットが下火になっていいものが出てこなくなったんで、今はこちらの iPad を買って使っているっていうことなんですけども、今回久々にね、Google がタブレットを出してくれたということで、今回は、じゃーん！ Pixel タブレットを買ってみました。まあね、この今持ち歩いてるのは iPad Air 4で、このアローズタブが家用のねタブレットなんですよね。家用のタブレットで何してるんかって言ったら、まあ言ったらスマートフォームのスイッチボットとかリモートカメラとかそういったものを制御するのにこれを家族共通で使ってるんですけども、このピクセルタブレットもね、もう家で使うことを前提に作られたようなタブレットなんで、まあちょうどいいのかなと。逆に言うとね、もう開ける前から言っちゃうんですけども、やっぱり SIM が入るね、 SIM フリーモデルがあった方が良かったなぁとは思いますね。私は iPad Air 4の方はアハモで回線入りで使ってるんで、だからアハモを2回線使ってるんですけども、1回線にまとめてもいいような気もしますけども、 iPad って伝統的にSIM 入りモデルじゃないと GPS がついてなかったりと、 Wi-Fi モデルだとちょっと性能が見劣りするんで、セルラーモデル、そう、 SIM モデルじゃない、セルラーモデルですね、セルラーモデルを買ってるんですけども、これもねセルラーモデルがあったらよかったのになぁとはちょっと思いますね。というわけで今回はこのピクセルタブレットを開封して、まあほとんどねこのピクセル7の画面が大きくなってカメラが1個になったっていうような機種なんですけども、まあピクセルタブレットを開封して、あと純正ケースの方もね1日遅れで到着するんで、動画の後半では純正ケースもつけてのレビューとなります。というわけでね、開封の方行ってみます。箱へこんでんじゃん、日本郵便さん、ちょっとしっかりしてよ。やっぱり横には爆弾のマークがついてるんですね。じゃあ開封の方していきましょう。はい、それじゃあ開封していきましょう。オープン。おー、ピクセルタブレット15% オフのクーポン。あー、これね今日買っちゃったんだけどな、これがついてたのか。純正ケースをね今日買っちゃったんですよね。まあ買ってしまったものは仕方がない。あとポボの3ギガのもらえるコードですが、ドコモなんで関係なしと。この 15% クーポン使えばよかったな。というわけでね、とりあえずピクセルタブレット開けていきましょうかね。まず箱の確認、箱結構でっかいですね。これ観光用のピクセル7なんですけども、結構でかいですね。 Google マーク、こういうねドックがついてるから、あの大きいんですよね。充電スピーカーホルダー付き 128GB ということで、じゃあちょっと開けていきましょう。オープン。まずは本体、今回はね白のモデル何でしたっけを買ったんですけども、妻がねこっちの方がいいって言うんで買ったんですけど、ベゼルがね白なんですよね。まあこれはいいとして、本体、スタートガイド、説明書、 AC アダプター、スピーカー台、
付属品は以上ですね。まあ、AC アダプターついてるのはいいなと思いましたけど、 USB Type-C じゃなくて AC なんですね。ついてるのはいいけど汎用性がないという意味ではどうなんかなっていう気はしないかもしれないですけどね。あれなんですよね、エコーショーとかもみんなこういう AC アダプターついてるんですよね。エコーとかなんか USB-C にすればいいのにとは思っちゃうんですけどね。ではちょっと中身の方を見ていきますか。説明書はまあ何も書いてないですね。このスタートガイドの電源ボタンを押せって書いてるだけで何の役にも立たぬ情報しか書いてないですけども、さあまず本体の方、はい、オープン。綺麗ですね。ガラスフィルム明日来るんで、と明日まで綺麗に使いたいと思いますけども、ほぼ11インチの液晶かな、液晶ですね。で上側には指紋認証兼電源と音量で、マイクの穴っぽいのが2つあって、側面にスピーカー穴と USB-C、 そこは何もないけどこのゴム足が付いてますね。こう立てたりしたりするのにちょうどいいですね。このこれは気配りいいですね、このゴム足が付いてるので。反対側は、まあ、スピーカーだけですね。これもマイクかな。で裏側は G のマークと、これがあれですね、充電のコネクターですね。で続いてドック、はい、ドックはこんな感じですね。ドックはね、コンパクトなんはいいんですけどね、この AC アダプターが後ろにぴょこんと出る仕様はちょっとなーっていう。こんだけ大きいんだから ね、ここに溝とか切って中に内蔵して横からちょんと出るような風にしてくれたらね、壁際とかに置いたりするのにちょうどいいかな。せめてここをね、L にしてほしかったですよね。まあこれは第2世代以降にしたいですけども、底面はね、ラバーになってるんでずれたりしないんでちょうどいいですね。でここの端子を合わせるとマグネットでくっつく感じですね。もうくっつくのは本当に充電位置だけでしかつかない感じですね。ちょっと充電していきましょう。お、もう電源入っちゃいましたね。 Google、 はい、セットアップ画面が出ました。まああとはちょっとセットアップしていきましょうかね。まずは日本語。なんで日本語っていつも下の方にあるんですかね。2バイトテキストだからか。始める。タブレットなんでね、キーボードがでかくていいですね。はい、指紋認証とかも出てきましたね。ここの電源ボタンに指紋を登録できますね。なんかちょっと指紋センサーがちっちゃすぎるのか、すごいやりにくいですね。これは慣れが必要かもしれないですね。まあ後で妻の分も登録してもらいます。 Google アシスタントはね、ちょっと使う予定がないんでやめときます。この曲何って、周囲で流れてる曲を表示できるんですね。これ面白いですね。有効にしましょう。翻訳機能、これも使います。これで設定できたのかな。買ったばかりのにアップデートが201メガある、まああるあるですね。じゃあちょっとアップデートしてもらいましょう。これね、これハブモードっていうのを有効にするとカスタマイズされたスクリーンセーバー、スマートフォンを使う分にはこのハブモードがいいみたいですね。タブレットホルダーがどこにあるのかっていうのを設定できるみたいですね。まあ、これはリビングルーム。いろいろ音楽サービスをリンクさせるんですね。まあ、使わないんで次へ。Hulu も Unext も Disney Plus も使ってないのでスキップ。ここでね、Amazon のサービスをリンクしてくれたりするとかっこいいんですけどね。はい、設定完了。というわけでホーム画面に来ましたね。ホーム画面はね、もう普通の Android タブレットの画面になるんですけども、ちゃんとこういう時計のウィジットとかがあるのがいいですね。で、左にスワイプするとこういうニュースとかが表示されますね。YouTube プレミアム3ヶ月と Google One が3ヶ月無料なんですが、まあもう YouTube プレミアムは入ってるんで、いらんちゃいないですね。ちょっと使ってみてまた感想を言ってみたいと思います。
ゃあね、他のね、手持ちのタブレットとかとサイズ感なんかを比較してみます。ちょうどね、iPad Air 4、Arrows Tab、Pixel タブレットと3台あるんですけども、ベゼルはね、太いなぁとは思うんですけど、よくよく見ると iPad Air 4とあんま大差ないですね。まあ、iPad Air 4の方が小さいですけど、言うほど大差はないと思います。Arrows Tab のベゼルは分厚いな。これ、17mm ぐらいありますもんね。Pixel タブレットは 10mm ほど。iPad Air 4は 7mm ぐらいですね。まあこれは古い機種なんでしょうがないんですけども、あと重さの方は Pixel タブレットは 490g、 iPad Air 4、これちょっとガラスフィルムついてますけども 511g で、 Arrows タブはさらにモフトがついちゃってますけど 619g。 まあ iPad Air 4とほぼ同等といった感じですね。大きさもね、ほぼ一緒ですね。ピクセルの方がちょっと横長かなって。アローズタブの一回ちっちゃいな感じですね。で、太さはというと、ピクセルタブレット結構ありますね、分厚さは。まあ、でも9ミリぐらいかな。で、アローズタブは8ミリぐらい。iPad Air は7ミリぐらいですね。ちょっと分厚いですけど、まあ、角は取れてるんで、そんなに厚みはね、感じないですけども、まあ大きさとかの感じは、本当 iPad Air 4とほぼ一緒かなっていう感じはしますね。まあでもこれね、Arrows Tab はこういうモフト使ってるんですけども、これなんでかっていうと、やっぱりこういう風にね、置いて、ベビーカメラとかをね、いろんなところで見たいわけですよ。ベビーカメラの映像を。なので、こういう感じでモフトの貼り付けのやつを使ってるんですけど、ピクセルタブレットはこの端子があるんで、ここに物を貼り付けるってことができないんですよね。貼り付けたとしたら、ここに多分くっつかなくなっちゃうんで。だから、充電ステーションに充電しようとすると、この端子付きのケースが絶対になってきますね。これがちょっと注意ですね。Amazon とかでも結構、ピクセルタブレットのケース出てますけどもないんですよね。純正しかこの充電端子がついてるやつちょっと見つけられなかったんで、明日純正のケースが来るんでそれをつけて試しますけど、純正のケースも買ったのはいいんですけど、後ろがリングになってるちょっと高い方はなんかもう納期7月20日ぐらいになってて1ヶ月ぐらいかかっちゃうんですよね。それじゃ困るっていうことで、本当はそっちだけでよかったんですけども、安い方7000円の方のスタンドが付いてるやつ、まあ両方スタンド付いてるんですけど、細いバーのスタンドが付いてる方も買いました。まあこのピクセルタブレットを買った時に1万3000円分のストアクレジットが付いてたんで、円形の足の方が1万2800円とかそんな感じで、安い方が7000円だったんで、実質まあ安い方だけお金を出して買ったみたいな感じですね。明日ちょうどガラスフィルムとカバーが来るんで、付けた状態でも試してみたいと思います。ちなみに iPad Air 4はね、このロジクールのケースにつけて運用してるんですが、これにつけると驚異の 1.1kg。 ああね、毎日これは持ち歩いてるんで、これは重いとは思いますけどね。まあピクセルタブレットもね、セルラーモデルがあれば持ち歩くタブレットとしても良かったかもしれないんですけど、結局 Google 純正のケースとかも蓋がない本当にケースしかないんで、あんまりもう持ち歩くっていうのは前提にしてないんでしょうね。はい、というわけでちょっと手持ちのタブレットとの比較でした。まあサイズ感は小さいんでね、本当に Xperia Z4 タブレットを持ってた人とか、この Arrows タブレットを使ってる人にはもう究極の後継機がやっと出たという感じはしますね。はい、1日経ってね、このピクセルタブレットにいろんなアプリ入れて、スマートフォームの対応のアプリを入れてセットアップしたのと、ガラスフィルムと純正ケースが来たんで、ちょっとこっちの方をセットアップして、タブレットの感想の方をちょっとまとめていきたいと思います。まずはガラスフィルムでは払いましょうかね。これは純正じゃなくて Amazon で安く売ってたやつですね。もうガラスフィルムはもうしょっちゅう割れるっていう前提で、 Amazon で2枚組の安いやつをいつも買うようにしてます。画面内に指紋認証とかじゃない限りは、まあ大体大丈夫ですよね。まあ
ベゼル内で収まるからいいかっていう感じですけど、ちょっと微妙なフィルムだなこれ。やっぱり Google のねタブレットで心配なのは保証がないことですよね。落として壊れたりとかしても、まあ Surface Duo のマイクロソフトコンプリートもあんまり良くはなかったですけども、あるのとないのとじゃねやっぱり大違いなんで。まあなんとかうまく貼れましたかね。まあこれに強度があるかどうかはしばらく使ってみないとわからないですけど、じゃあ続いて待望の純正ケースの方を開けてみましょう。オープン。ケースだけ買っても 15% とほぼのもの割引のやつが来ました。これ無限地獄だな。もう一個ケース来るんですよね、1ヶ月後に。これどういうことだ。というわけでこれ Made for Google Pixel、 これはあれなんですかね、純正ケースと言いながら社外品なんですかね。まあストアで売ってるやつなんで純正と言っていいんでしょうけども、こういうねスタンドもついてて充電器用の電子設定もついてるタイプになります。なんか思いっきり英語で注意書きが書いてますね。こんな感じですね。まあ本体が白なんで白を買いました。オープン。おお、結構しっかりしてますね。重さはこのケース単体で 200g ありますね。結構重いな。ピクセルタブレットが 500g なんで合わせると 740g ですね。これはあんまり外出向けじゃないような気がしますね。スペックっていう会社なんですかね、会社なのか。でここに充電ドック用の端子が付いてて、でスピーカーホールとかマイクのホールとか USB のホールとかは空いてる感じですね。でこれを引っ張って解除されて戻して元に戻るって感じですね。ここら辺の機構がどれぐらい耐久性あるのかが問題ですけどね。ちょっとつけてみましょう。まあはめるだけですけど、これはかなりの安心感がありますね。ただ重い。まああまり持ち歩くようじゃないな。まあでも安心には変えられませんね。やっぱり純正のこの輪っかのやつが欲しいですね。欲しいというか頼んでるんですけど、到着が1ヶ月後なんで、また需要があればそのケースだけでもまたレポートしたいと思います。で普段はこうつないで充電で、立てるときはこう角度調整できたらよかったんですけどね。できないのかな。できないみたいですね。もうこの角度かなしかだけですね。この角度は純正のドックに立てた時の角度とほぼ一緒ですね。だからこう使うか、まあこうは使えるって感じですね。ひっくり返せばお絵かきスタイルで。ピクセルタブレットのケースの悪いところはここですよね。ここが充電端子がついてる社外のケースが今ほとんどないんですよね。ケース自体はいっぱい出てるんですけど、みんな充電端子ないんで、ドック付きドックなしが選べるんだったら、ドックなしを選んだ人はこの充電端子なしのケースでもいいんでしょうけど、全員ドックがついてきてるから、やっぱり充電端子付きのケースは必須だと思うんですよね。そういう意味ではちょっとケースが高くつくのかなという感じはします。でこんな感じでね、一通りのスマートホームのアプリを入れて使えるようにしたわけですが、まあ Pixel 7と同じ Tensor G2 が入ってるんで、もう操作はサクサクだし、どのアプリを使っても不満点は全くないですね。で分割を選べば右に YouTube、 左に Gmail みたいなこともできるんで、これは便利ですね。タスクの切り替えのこの2つくっついたタスクごと保存されるんで、これはねよく使う機能を立ち上げとけばいいかもしれないですね。さあピクセルタブレットのね使った感想なんですけども、いやー
なかなかいいと思いますよ。 Xperia Z4 タブレットを使ってた身としてはやっと納得できるスペックのタブレットがそこそこの価格で出てきたなっていう感じはしますね。まあ、このホームベースが 14,000円してこれがねセットで7万円なんぼなんでタブレットだけ欲しいっていう人もいると思うんですけどね。なんでセットだけにしたのかっていうのがタブレットだけで売ればね普通にタブレットだけ欲しい層にも響くかもしれないんですけどね。あとやっぱりセルラーモデルはないのがちょっときついですね。きついというか選択肢としては欲しかったですね。私は多分セルラーモデルがあったら iPad の代わりにメインで持ち歩く機種になると思うんですけど、それも一つの弱点で、一人暮らしで家ではホームパッド、出かけるときは持ち歩いてタブレットみたいな使い方だったらいいんですけど、家族がいると持ち歩いちゃうとスマートスピーカーとしての機能が失われてしまうんで、こっちはただの充電台プラススピーカーなんで、スピーカーの音とかはいいし充電のしやすさもいいんですけども、もう一工夫欲しかったですね。例えばこちらにもスマートホームのね機能が一応内蔵されていて、これをつけたら画面付き、外したら残ったこれではスマートホームの機能だけは使えるというね、そんな感じであればよかったんですけど、悲しいかな、ただの充電台だけっていうのがちょっと惜しいとこですね。あとはこれね、角度調整もこの縦置きもできないっていうのがちょっと頑張ってほしかったですね。iPhone のマグセーフならね、これは無線充電なんであれなんですけど、こう縦に置いたり横に置いたりとかもできるんで、まあ接点の部分が回転したりとかして、この縦置きも横置きもできますよとか、あとはもうちょっと縦に伸ばしてこうでもできるしこうもできるみたいな風に接点をね2箇所つけてくれたらそれはそれで良かったかもしれないですけど、まあそこら辺はちょっと惜しいとこですね。まあ重要なのは Google がまた純正でタブレットを出してくれた、これがね重要な点につきますよね。もう Android のタブレットはちょっともう下火というか、 Xperia もなくなったね、売ってるのはもう中華製か Galaxy ぐらいしかないっていう状態。まああとはあの NEC とかタブレット出してますけども、弱々タブレットなんでちょっと常用するのにはちょっとっていうのがあったんで、ほどほどに強強なタブレットをそこそこのピクセル価格で出してくれたっていうのはいいんですけど、まあ、 あのカメラが弱いのはね、もうタブレットはあまりカメラに使うの入れてないっていう機種が多いんでいいんですけど、あえてピクセルなんだからカメラも強い強いで出してくれたらよかったんですけどね。まあカメラを強い強いになんかしたりするとまた値段が上がっちゃうんで、そこは何とも言えませんけど、ちょこちょこっと不満点はないわけではないんですけども、なかなかいいタブレットに仕上がってると思います。まあ私は家族用のね家で置いておくタブレットとして使うんで、メインで使うのは妻になるとは思うんですけども、まあアローズタブレットの代替にはなったかなっていう感じはしますね。今まではねこのリビングの一角にこんな感じでタブレットをね収納してたんですよね。これをどけてここに収まるような感じでちょっとリビングを置いていこうかなと思います。ちょっとここら辺とかもね一旦折ってしてみたいと思います。はい、というわけでね、取り急ぎですがこんな感じで収まりました。足りやな、これに合わせて作ったかのような。ちょっとね不満点もう一個あったんですけども、もう磁力がね強すぎてね、コツがいるんですよね。このこれが浮いちゃうんですよね。なのでまあ磁力強くて保持力があるのはいいんですけど、これがね安定しないんで、外すときにもうどうせならこの裏に締め付けのネジとかあってもよかったんじゃないかっていうぐらいですね。まあこれでちょっと我が家のスマートホームのセンターとして頑張ってもらいます。まあ、センターといってもうちはもうスマートホームはアレクサ使ってるんで、こっちがメインだとは思うんですけどね。まあこれを機にちょっと Google のネストハブとしてもちょっと使ってみようかなと思います。 OK、 アラームを7時に設定して。7時にアラームを設定しました。あれ、7時のアラームをセットして。午前7時にアラームを設定しました。 OK、 今日の天気教えて。木曜日のでは最高気温22度、最低気温20度で断続的に雨が降るでしょう。アレックスの天気教えて。
では断続的に雨が降っています。気温は摂氏21度です。今日の予報はほぼ同じで、予想最高気温は21度、予想最低気温は19度です。というわけでね、またあの Google の純正ケースとかが来たら、ちょうど1ヶ月後に来る予定なんで、使って1ヶ月みたいなレポートもできたらなと思います。というわけでね、今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思われた方は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。